外れる、うわ外れると思った。あの距離から上がるんか、結構やな。うん、
したい。この上のやつ反応するんか、すげえな。見たね。置いた、置いた。置いてる、置いてる、置いてる。置いてる、置いてる、置いてる、やめた。ちょっと追いが弱かったよな。だけどな、クソ追うけど食わんねえ。もう勝負ないい感じ。ライト出てないか。ただのモーニングサービスか。もうやっぱ外れるな。いやくそ参ったな。めちゃめちゃ外れるな。なんで？リアだけが多分ちょっと別れしとったかな。いやー参った。最近バラすな本当に。げんなりだぜ。怖っ。よいしょ。ねえ。本当に凶暴。凶暴。凶暴やね。よし、しらすつきたい。ああ、これがね、口の中入っとるけどな。ならなあバレんだけど、これでやる気で食ってくれたらいいんだけど、なかなかそうもいかんないよね。もう本当にシラス食ってるやつだと思うんだよね。ダメだ。新庄様移動。ちょっと閉じ込めに行くか。
外れる、外れると思った。激しすぎ、なんなん、激しすぎよ、ファイトが。違うんだよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画はですね、シラスについてるタイラバを、タイラバじゃない、ごめんなさい、タイを、シラスセッティングのタイラバであるというような内容の動画でした。はじめにね、潮止まりにもかかわらず1枚ポロッといい感じのサイズのタイが取れたので、まあこれこの日結構楽勝かななんて思いながら釣りをしたんですが、結局そんなことはなくて、シャローに入っていくと、まあ狙い通りね、シラスはいて、シラスについたタイっていうのも結構いたんですが、まあバイトはあってかかるけど、まあやっぱりバラしまくったというような結果でした。どうしてもシラスについてるタイ、特にシャローのタイはですね、まあシャローなんで、まあ、ラインの伸びが期待できない状態、それから、シャローなので最後まで元気に暴れてしまうというところ、それから、シラスを食べてるタイの習性がですね、どうもボトムからですね、パッと浮き上がってすぐ噛みついて反転、すぐ反転するみたいな食べ方をしていて、通常の子を追いかけてね、バイトが深くなるというようなタイラバを食うようなやり方と、食べ方とちょっと違うというところでバレやすいのかなというところです。まあ、前回に引き続きちょっとバレまくるタイラバということになっちゃったんですけども、最近やった同じようなエリアのタイラバでね、結構バラさない方法も見えてきたので、またこれは今後ね、動画でまとめていきたいなというふうに思っております。はい、でこの後ですね、この釣りをした朝に、まあ、どんな釣りをしようかなっていう予定を喋っててる動画をおまけでつけたいと思います。今喋ってることはですね、結果論ですね、全部の釣りが終わった後、こういうふうに思ったというような話なんですけども、まあそのこの釣りをする前にですね、ある程度毎回、テーマを持ってですね、釣りをしています。まあ、それをこう、話した上で釣りをして、じゃあ結果的にどうなったのかっていうのをまとめてるっていうような感じです。まあ、毎回いろいろね、うまくいかないんですよね。だから、まあ朝こんな風に考えてやったけど、結局最終的には大したことにはならなかったみたいな結論にもなるので、初めの前提というのを見ていただけると、まあ、いろんなね、考え方がありますし、皆さんが考える、こうしたらよかったんじゃないかみたいなね、方法とかもいろいろあると思うので、その辺を感じていただければなというふうに思います。はい。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。釣りバカさんごでした。ではではまた、この後おまけです。さあやってみますか、シラスベイト。シラスについてる魚にちょっとリベンジしたいなと思いますが、潮がね、朝ないんでね、今潮止まりですので、いい反応は食わないような気はするんですが、シラスについてる魚を釣るタイラバ、でいろいろやったんですけど、やっぱカラーも大事じゃねえかということを思いまして、シラスカラーのタイラバを作りました。引くんでしょうか、果たして。普段ねカラーはあんまり関係ないと思いますって言ってるんですけど、この浅い水深、まあでもここはね20数メートルあるな、23メートルぐらいあるんであんまり関係ないかもしれない。まあ15メーター切るような水深で、浅いところにいて、まあ表層近くでねシラスがいる、ハマチがナブラしている、で、その下にタイがいるみたいな状況の時に、魚はね確実にいるんですけど、まあ、そもそもハマチが食わないっていう時点でシラスだとこのタイラバをですね認識してくれてないっていうことだと思うんですよね。で唯一ハマチが食ったタイラバのセッティングは、まあ、いつも使ってる中でも、まあ、スモールシルエットのセッティング、まあ、小さなシルエットのセッティングということで、まあ、こういうセッティングですね。で、まあ、いつもはオレンジのネクタイ使うんですけど、ここに透明な、ね、シラスっぽいカラーを入れて、
まあ要は司令塔がボケるんですよね。なんかいるけどみたいな。まあ、知らせってすごいちっちゃいんで、はっきりその姿は見えないけど、ちょっと波動がプルプルしてるんで差として認識して食いに行くみたいな感じになってるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういう魚を狙って行ってみようという感じでしょうか。でそういう魚が、まあ、シルエットがはっきりしない平場っていうものを見ることによって、 あれはさっきまで食べてたシラスじゃねえかというふうに勘違いして食ってくれないかなというのを期待しているというところですね。